おはようございます。おはようございます。まず名前と年齢ホームポイント教えてください。松野太郎です。13歳です。ホームポイントは千葉県一宮の釣ヶ崎海岸です。最高ですね、オリンピック会場のホームってね、はい、だって家がね多分一番近いんじゃないの。下手したもうすぐそこです、ね。はい、あのサーファーの中で一番近い男だよね、下手したら、はい、で何あの次 JPSA いよいよ始まるということで、はい、種子島で第一戦トライアルがあるんだよね、はい、それに出るんですか。出ます。おお、何どう決断としては自分から出たいってお母さんに言ったの。出たいし、うん、なんか来年っていうか、うん、なんて言うんだろう、お姉ちゃんも中二でなってるから越したいし、越せないけど同じぐらいにはいたいんで。ああなるほど、やる気だよ、はい、じゃあ自分からやりたいっていう感じだ、はい、行きたいですね、はい、そろそろ行くっていう感じじゃなくて自分から行きたいって、はい、行きたいで種子島ってやっぱり遠いしね、その辺でペットあったらいいんだけど、はい、まあ気合は、まあ、遠いからって関係ないけどでも気合は入るよね、はい、飛行機乗ってね、はい、でもう何練習にもやっぱりしっかり気合が入る。練習、はい、いろんな新しいことにちょっとチャレンジしながらね、カリフォルニア修行行ったりいろいろ頑張ったよね、はい、それこそトンマさん行ったんでしょ。はい、ケンとこも行ったんでしょ。はい、ケンには会った。会いました。お、一緒にサーフィンした。いや、サーフィンした。できない。ケンとやると結構勉強になるんだよね、はい、乗りまくるしさ。はい、まあでもいろんなもんをね、カリフォルニアでも自分でね、あの勉強してきてトライアル行くってこと で体も少し若干大きくなったよね。はい、ちょっと大きくなりました。お姉ちゃん超えたもんな。はい、なんかある。だからサーフィンも超えるっていう話だ。負けてはらんない。もう超えとる、はい、言うねでもお姉ちゃんプロだからね。はい、そうです。でそこを行きたいんだ。はい、あ、いいな。でも自分からやりたいってことは最高でさ。でどう、もしプロ、NSA も一応出るんでしょ。はい。全日本も出るの。渋谷線通れたら行きます。まあ狙うんだ。はい、でプロになったら1年間保留して NSA で頑張って世界線狙ったりもするの。はい、すぐプロ行きたい。あ、その取った1年は NSA 出てたりして、その取った次の年から。あ、なるほど。プロになると。あ、そういうことね。はい、まあだから世界戦とかいろいろあるからな。はい、まあじゃあ楽しみだからさ、ぜひみんなにも集中して集中っていうか注目してほしいからさ。松野太郎でね、インスタグラムとか見てほしいね。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。